青山領土は日本の政治家、東京都中野区長、東京都議会議員を務めた。長男は石原慎太郎東京都知事の下で東京都副知事を務めた青山。静岡県御殿場市生まれ、立正大学専門部地理学科卒業、東京府立第三中学校教諭を経て、 1955年に日本社会党公認で東京都議会議員選挙に出馬し、初当選を果たした。3期目任期中の1965年に都議を辞職。その後、1971年2月26日から1979年2月9日まで足掛け3期、中野区教育委員。1979年4月22日に中野区長選挙当選。 その際、日本共産党や、進歩的文化人で作る、みんなで、中野を育てる、区民連合、社会党、及び、前任の大内商事が支援した。当時、東京23区では、唯一の革新主張であった。区長在任中は、大内前区長時代に条例が成立していた、全国初の教育委員の巡行選を、政府や自由民主党の反対を押し切り、実施。 1982年には憲法用語、比較都市宣言を区議会で可決し、1984年の第一回比較自治体国際会議に出席する。2期目在任中の1986年4月23日、急性心不全のため学ばこと会中野病院で死去した。去年72、翌月下旬には中国北京市最上区で、 姉妹都市提携の調印式に出席する予定であった。さよなら、区長さん、中野、大内さん朝日新聞1979年4月26日、東京版長官20ページ。ありがとうございます。